しょ。昨夜は布団を持ってきて、こちら、ネマちゃんのページの前で寝ました。ネマちゃんがですね、すごい、もうね、枕の横で、スタンバイしてくれてます。寝てる。寝てる。ネマちゃん、おはよう。おはよう、ごちゃいま、ちゃ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 。あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん。あいしゃしゃしゃ。おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。よく寝れましたか？朝方まではね、こっち側、ここに寝そべってましたけど、今ここにいます。おトイレは向こうでして、失敗してしまいました。死にたいというところでしょうか。起きます。なんかシンクロしてますね、二人。どうしたの？何してるの？大丈夫？すっごいたくさん食べたね。早く食べたね、リマちゃん。今日も食欲バッチリです。病院に入ったんですが、前の記憶を思い出しちゃったのか、震え始めました。タクシーではね、平気だったんですけど、さっきはね、タクシーの運転手さんも犬好きだからいいよって言ってね、乗せてくれてね、優しくしてくれました。今回の件は私も、ちょっとへこんだんですが、リマちゃんが一緒にいて安心できるように、私自身が穏やかな気持ちでデーンと構えていたいと思います。リマちゃんも少しずつ落ち着いてきました。リマちゃん現在消毒とか検温とか先生していただいてます。今ね、前の血液検査の結果渡してもらったんですが、ちょっと怖がりなので血糖値が高くなってるけど、これはその時に怖がってストレスがかかって高くなったんだろうということなので、はい、血液検査問題なしということでした。怖がりということでした。すごい、血液検査にもね出るんですね、性格。実はリマちゃんのサークル内の配置を少し変えました。ドアを右側にして、トイレを左奥、リラックススペースを右側にしてます。二人で仲良く、二人じゃないか、二匹で仲良く机の下でね、丸まってました。族だね、こりゃ。パックだ、パック。気持ちよさそう。きなこ姉さんに寄り添ってるリマちゃんです。
か本当ね、2匹の距離近くなったよね。うん、